あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。何、お、へいへいへい、あ、待てあー、入っていった。何、どこ、あ、いたいた、あゆなよ、あゆなよ、見えねえ。よし、素晴らしいぞ。新たな旅の扉を手にしたのだな。実はな、あゆな、新しく町に来た旅の者、ショーターから以前話した伝説の鍛冶屋、雪の符の子孫とされる男の居場所を聞いたのだ。新しい旅の扉をくぐれば、その男がいる場所にたどり着けるかもしれん。町に鍛冶屋がいれば、より強い武器や町を守る設備も作り出すことができるであろう。あゆな、新しく手に入れた旅の扉をくぐり、その男を探してきてくれ。コンパスに目的地が表示された。ってことは、今回は、新しく作った赤の扉の方ということか。こっちだね。旅立つ。今回はどんな場所やろ。お、サボテン。砂漠か。てか、あれだね。すごい、取れた。取れた。ショーター早速役に立ってんじゃん。あ、見て見て、一角獣かな、これ。アルミラージ？いやー、なんなの、正面から行っても全然攻撃してこなかったの。正面じゃねえや。後ろから行っても全然攻撃してこなかったのにさ、正面から行ったら攻撃してくるんだね。刺さってるよ。刺さってるよ、君。え、刺され来たんだけど。何？なんなのなー。待ってー。ちょ、君から習った。へい。君から習ったこの攻撃。てかさ、思うんだけどさ、主人公ダッシュできないの、ダッシュ。はっ。やり返してやる。やられたらやり返す。噛んだし。倍返しだー。まあ、倍返しも何も私当たってないんだけどね、その攻撃。いやー。はっ。当たってね、こっちも当たらなかった。おーし、こっちは。イェイ。てか、このサソリさ、前クエストで出てきたのにさ、今回普通に雑魚キャラとして出てきてんだけど。何事よ。え、もしかして、うようよおったりせんやろうね。よいしょ。あとちょっと。イェーイ。何、当たってないじゃん。なになに？あ、おっしゃ、行った。なにこれ？あ、薬草？薬草？やった、薬草落としてくれる。ラッキー。いっぱいいる。てか、さっきのアルミラージュは何にも落とさんかったん？いや、アルミラージュか、一角獣かわからんけど。落としてないなぁ。落とせよ。とか言って。これ、一回殴ったら怒るってことかな。ね、怒ってもうダッシュ。ちょっと君、いて。ちょー。なになになに、仲間がやられたからかい？ごめん、サバー。え？ちょ、サソリがめっちゃ。サソリやっぱうようよいるんだ、あれ。いやー、それはきついよー。やめてくれ。ん？ていうかさ、目的地どこ？ちょ、あ、サソリが迫ってきている。向こうの方か。よし、じゃあそっちに向かおうか。てか、この辺の土もさ、多分、ほら違うよね。初めて砂を手に入れた。ガラスをひらめいた。砂から作るの？割れやすいが透き通った塊。まあ、ガラスだからね。この辺は？一緒か。この木は？初めて砂の、何？なんか今、こいつ、話せる。おう、君が長老が言っていたアユナって人間だね。僕は人間が大嫌いだけど、長老が君を助けてやれってうるさいんだ。長老の命令じゃ仕方ない。君に道案内だけしてあげるよ。ここはドムドーラって言ってね。もうずーっと前から何もない場所なのさ。何もないけど、大ケルチの里にはないいろんな素材がある。興味があるならいろいろ探してみるんだね。うん、もう早速探してるの。
てか道案内してくれないじゃん。骨。ん？これ井戸じゃない？壊しちゃったけどいい？初めて井戸を手に入れた。いいって言いながらもう、全然普通に回収してるけど、あの場所使えたんじゃないかな。ね、なんとなく。この辺は？初めてマーブル岩を手に入れた。うお、びっくりした。ん？こっちの方向で合っとるかな？よいしょ。あ、合っとる合っとる。ん？てかこれ毒の沼？もしかして。もしかしなくても。あ、なんか吹き出し。てかちょっと待って、これ花生えてるサボテン。初めてサボテンフルーツを手に入れた。フルーツなんだ。ん？これ。ピリンじゃない？ねえ、ピリンよね、これ。ほら。あ、アイナ、こんなところで何をしているの？あれだよ、頼まれたの、人を、探しを。へえ、ロンドンに言われて、カジェを探しているんだ。相変わらずあのヒゲ親父に馬車馬のように働かされているんだね。言い方。え？ピリンコスここで何をしてるんだって？そうそう。まあ、旅の扉別に使うこと制限してないけどさ。みんな使うの？ねえねえ、アイナ。あんなヒゲの使いっ走りはやめて、私と一緒に逃げちゃわない？実はね、私はあの町の人たちが邪魔で邪魔で仕方がないの。アイナ、私と一緒に逃げよ。私と二人きりで暮らそうよ。待って、怪しいって。地獄の底で。え？いや、ちょっと待って、怖いって、怖いって。ちょっとでかいって。めっちゃ走ってきたし。シェイ！助けてー。サソリも来た。待って、どこまで来るのこれ。前みたいにさ、多分なんか、前の骸骨の時みたいに多分音楽が途切れた。このサソリは関係ないからずっと追いかけてくるんだよね。ちょ、追いかけてこないでって。もう、諦めてくれた？とりあえずじゃあこっちに、行って。何これ、なんかいっぱい落ち、やばいね。ちょっとこの辺、とりあえずこの辺いっぱいやっつけといて。もう夜だしさ、なんかゴースト多分出るよね。よいしょよいしょよいしょ、この辺やっつけて、ちょ、罠を掘って、ここに落ちてくれるように。よいしょよいしょよいしょ、こんな感じで、ヘイヘイと掘っていって、よいしょよいしょ、服になってマジで。あー、もうちょっとやっつけたと思ったし今。もう何してんの君。よいしょよいしょ、とりあえずこうやって壊しといてね、よいしょ。待って、サソリ、ちょマジサソリ、やめろし、てめえマジやめろし。いや、ほんとあんたさ、邪魔だって。あんたの相手してる場合じゃねえんだって、私。へいへい。邪魔だよ。はいはい。やっつけちゃうよ。ほらほら。あー、詰まって。ちょ、スライムベースあんた入ってくんなよ。簡単にやられるんだからさ。は。あとちょっと。どこ行ったおい。ちょ、自分がやられそうになったけんって逃げんなよ。逃げんなよ。ずるいぞ。ん？なになになに？なんか新しいの手に入れたっぽい。まあ、とりあえずこんな感じで。さあ、おぶき出そうぞ。来い。こっちだぞ。
っちだぞ。お前じゃねえわ。あ、マジお前空気読めないな。お前マジ空気読めてないな。ほらほら。いや、お前マジでこっち来んじゃねえわ。ちょっと、邪魔なんだよね、君。あんたマジ邪魔なんだって。ほんまマジさ、邪魔だって言ってるの分かんないの？はい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 。よいしょ。ちょっと待ってね、回復しとこ。とりあえず傷薬で。はいはい、もうちょっとでしょ。はい、オッケー。はい、オッケー。んで、ちょっと武器を石の剣に切り替えといて、これで。待って、落ちた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 。はい、危ない危ない。何こいつ気絶してんじゃん。危ない、ダメージが。ん、今のうち。へい、うわ、届く届く。ちょ、回復しとかんとやばいね。もしこれでどの辺まで届くの。結構な感じで届くよね。斧持ってんのか。へい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 、怖いよー。超切り崩してくもんこいつ。いやー、やられる。あー、ほら、また空気読めないサソリが来たって。ちょ、また空気読めないサソリ来たってば。来たってば。ほらほらほら。ん？落ちてる。落ちてる。イェーイ。てか、ちょい、騎士おいで。騎士おいで。さあさあさあ。もう、そんなとこ行くからだよ。私のダメージ。やべえじゃ、私のダメ。ああ、回復しといた方がいいかな。あれをやった後は気絶するんだね。オッケーオッケー。ってことで。あ、ちょっと、そっち、こっち、そっち、そっちじゃないよ。こっちだよ。さあ。来い。やったー、やっつけた。やっつけたー、イェーイ。イェーイ。初めてしっかりした草を手に入れた。イェーイ。なんか手に入れてないようなものをね、こう、わしゃっと。これ壊せんの？あ、壊せた。壊せんのかと思ったでしょ。さっきのは壊せんかったね。てか、あのサソリバカすぎでしょー。バカすぎでしょー。てか、資材いっぱいあるんよね、これ。集めたいけど、なんか落ちたことない、あれ。ちょっと待ってね。じゃあ、とりあえず、土を手に持っといて。よいしょ。これで、サソリに見つかることなく。はい、オッケー。で、なんかね、鍵今手に入れたんやけど、どこ行った？こっちか、持ち物。鍵。え、どこ？どれ、これ、あ、これだ。鍵。これ何かとちょっと入れ替え。じゃ、とりあえず、朽ちたバリケードと入れ替えて。で？あ、そこ。あ、そっか。こい、あいつなんか守り寄ったよね、場所。あれを守り寄ったんか。あ、扉がある、扉が。今、吹き出し出たし。ってことは、あ、ここで使えばいいんやね。ちょい、待てって。傷薬使った。傷薬使ったわ。鍵。これだ。おし。開いた！イェーイ、サソリ来たんだけど。なんかサソリ来たんだけど。お、人！人！これ？ん？誰だお前さん。あの扉を開けたってことは、まさか悪魔の騎士を倒したってのか？倒したよ。作戦勝ち。それにしたって、どうしてこんなところに？ロロンドに頼まれたんだ。ほう。自分で作った餅をより強く、大きくするために、
伝説の鍛冶屋の子孫を探しているってわけか。ならよかったな。お前さんの目の前の男が伝説の鍛冶屋の子孫、雪の部だ。お互いの話は道すがらするとしよう。まずはお前さんの町とやらに連れて行ってくれ。ほっ、なんか瞬間的に手錠外れたんだけど何？自分で外せたんじゃないの？まあ、とりあえずじゃあ帰ろ。キメラ、キメラ。しまった。しまってしまった。待って、しまうんじゃなくって。とりあえず取り出して、使わせてくれ。使えねえ。こっちで使えばいいんか。じゃあこれで。キメラの翼を使って拠点に帰りますか。はい。帰ろう。ただいま。お、来た来たおじさん。ロロンドは？あ、いたいたいた。ほらほら、ロロンド。ちゃんと見つけてきたよ。おー、でかしたぞ、アユナ。伝説の鍛冶屋の子孫、雪の兵を連れてきたのだな。ん？魔物がピリンに化けていた？雪の兵が魔物に捕まっていただと？やはりな。魔物たちは我らを警戒し、監視しているようだ。それゆえに、我が輩やピリンのことを知り、我らに接触させまいと、雪の兵を捕まえ、おとりにまでしたのだろう。これはますます油断ならん。さらにさらに町の守りを強化せねばならんな。とにかく、ご苦労であったアユナ。雪の兵と話し、新たなものの作り方を学ぶのだ。クエストコンプリート、命の木の実ゲット。やったね。みんなが祝福してくれている。あ、雪の兵、雪の兵。ほほう、ここがお前さんが作り上げた町か。ということはお前さん側の伝説のビルダーだってのも本当みたいだな。道すがらの話では信用していなかったようだな。よし、わしもここに住ませてもらおう。微力だが、お前さんたちの力にならせてもらうぞ。それにしても、この地が今や伝説として語り継がれる最強の城塞都市、メルキドがあった場所とはな。やはり巨大なゴーレムによって滅ぼされたというのは本当だったのか。巨大なゴーレム。ん？そんなはずはない。ゴーレムはメルキドの守り神だったはずだと？メルキドが滅びたのは何百年も前だ。実際のところ、何があったのかわしは知らん。だがな、メルキドの生き残りが語り継ぐ話だそうだ。きっと間違いはないぜ。いや、でもさ、同じ現代に生きとってもね、伝言ゲームとかしよったらなんか後々全然違う風に伝わっとったりするやん。そんな感じやって。さてと、せっかく伝説のビルダーに会えたんだ。伝説の鍛冶屋の子孫として伝え聞いてきた鉄の武器の作り方を教えるぜ。鉄の武器？武器作りに使う鉄はわしがいたドムドールの砂漠地帯にたくさんあるぞ。お、雪の兵の救助に成功した。鉄の剣、鉄を打って鍛えた硬く鋭い剣。今石やもんね。さらに強くなる。大金槌、鉄の塊を加工した重いハンマー。鉄の鎧、鉄の塊を伸ばして繋いだ鎧。やったね。さらに強化できるよ。鉄の盾、鉄を平らに打ち、木の持ち手をつけた盾。以上。おー、いいね、いいね。よいしょ。ほい。ってことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォロー、よろしくお願いします。Twitter の方は、動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱりどん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 敵強くなっていくけど、その分自分は武器や防具を鍛えることで強くなるってことやね。